今日は子宮頸がんワクチンの現状についてお話をしていきたいと思います。子宮下部の頸部に生じるがんを子宮頸がんと呼びます。20代から30代の若い女性に増えてきて、30代後半が発症のピークとされています。毎年約1万人の女性が子宮頸がんにかかり、約3000名の方が亡くなっています。本県でも年間400人を超える人が子宮頸がんにかかっています。子宮頸がんのほとんどがヒトパピローマウイルス HPV というウイルスの感染が原因であるということが分かっています。性経験がある女性であれば 50% 以上が生涯で一度は感染すると言われるほど一般的なウイルスです。 90% の人においては自然にウイルスが排除されます。残りの 10% の人ではヒトパピローマウイルスの感染が長期間持続します。そのうち自然治癒しない一部の人は子宮頸がんへと進行していきます。ヒトパピローマウイルスの感染を予防して子宮頸がんの発症を防ぐワクチンが開発され、 WHO も接種を推奨していて、100カ国以上の国で国の公的なプログラムとして接種を行っています。子宮頸がんの60-70% を予防できると言われています。日本国内では子宮頸がんワクチンは2009年12月に承認され、小学校6年生から高校1年生までの年齢を対象に2013年4月から公費による接種が開始されました。ところが接種開始後に広い範囲にわたる体の痛みや不随運動などを中心とする多様な症状が報告されたため、厚生労働省の指示で副反応などの発生頻度がより明らかになるまで積極的な接種勧奨を一時的に差し控えることになりました。このような状況が続いているため接種率はとても低くなっています。日本産婦人科学会や日本小児科医会、秋田県医師会も子宮頸がんワクチンの接種を推奨しています。秋田市や由利本荘市などは昨年度から接種対象者に個別通知を開始し、それに伴って接種者も増加しています。接種対象のお子さんがいる保護者の方は主治医の先生とよく相談した上で、ぜひワクチンを接種していただきたいと思います。